席に着いた時からもう仕掛けがしてある。実はその仕掛けが紐解かれる前からオーナーシェフの石井慎介氏のユーモアとセンスに満ちた美味しいショーが始まっている。東京渋谷区松濤で人気を博したフレンチレストランバカール。2015年3月に惜しまれつつ閉店したが、シェフを務めた石井慎介氏が2016年4月に開業したのがこのシンシアである。石井氏はオテルドミクニ、ラ・ブランシュといった巨匠のレストランで腕を磨いた。クラシカルなフレンチをベースに、四季折々の旬の食材を生産者へのリスペクトと遊び心で、石井氏はゲストとスタッフが一体となって楽しめるような雰囲気こそレストランの醍醐味と語る。オープンキッチンスタイルにこだわる。シンシアのコンセプトはやや重厚感のある大人の空間。ライトダウンされた店内は全てが気持ちよくシックにまとめられている。そんな石井氏のおもてなしとユーモアあふれる世界に足を踏み入れますか。本日はノンアルコールドリンクのペアリングを楽しむことにしよう。まずはラベンダーやヨモギを使ったハーブティーを、ベルギーのノンアルコールスパークリングワインヴィンテンスで割って、ローゼルの花を浮かべたオリジナルカクテルで始めよう。爽やかな酸味がハーブを覆う。スタートは牡蠣とトマトの一品。牡蠣は北海道釧路の千房子産。千房子産の牡蠣は急流で身が詰まっていて、一度火を通して冷やしている。トマトはミキサーで回して一晩寝かせた後こして、透明なエキスだけ抽出してムースを作っている。白いムースはトマトだけでできている。上にはペンタスと人参の花を乗せてちょっとした苦味を楽しむ。甘くて優しいトマトのムースがスコーンと冷たい牡蠣をとろけさせる。食べ終えた牡蠣の貝殻と熱い石のお皿の下からメッセージにされたメニューが顔を出す。温かい文章にこの先の一皿一皿が楽しみになる。アミューズブーシュはさまざまなイメージで仕立てたかわいいお皿が並ぶ。群馬県の増田さんから届いた大物という品種のトウモロコシの実をローストしたものと、そのエキスをソースにして丸ごと作ったパン。相模湾産の赤カマスの炙り、オリーブトーストとナスでサンドしている。パプリカのタルト、中には相模湾産のアオリイカとパプリカのジャムにムースを入れて、上にもパプリカの粉を振ってピーマンの花を添えて。相模湾産の未利用魚のブダイはコンソメのジュレ、黄色いサフランのソースで、黒い骨は竹炭を混ぜてパリパリに焼いたクッキー。金柑は本物と偽物が混ざっている。偽物はフォアグラのキャンディー、中には金柑のジャムが入っている。本物は飾りで食べられないそうな。サワーオニオン、インドの定番おやつパニプリの生地の中に甘みを凝縮した新玉ねぎをたっぷり入れてバターミルクの泡で仕上げている。ペアリング2杯目はワインオルタナティブ TT ホワイト。浅入りコーヒーを特殊な方法で抽出し、栃木県産の目薬の木と合わせて白ワインに感じられる樽香を演出している。まろやかな旨味が広がる。琵琶湖の稚鮎をわさび菜と合わせてクレープにしたもの。稚鮎は琵琶湖から生きたまま届いたもの。鮎は粉をまぶして揚げている。下にはわさび菜とウドをソテーしたもの。一番下にはクレープを敷いて、こんな風にクレープの端をギュッとつまんで持ったらガブッといただく。
稚鮎の独特の苦みをわさびなどうどが適度に刺激し、それをクレープ生地がある意味すごく生々しく面白い味に温かくまろやかにまとめる。ペアリングの3杯目は福岡のやめ茶奥緑。最初はさらりと入ってくるが、後味にしっかりとした甘みがあり、稚鮎の苦みによく合う。焼きたてのブリオッシュはお塩の代わりに信州味噌を練り込んだ自家製の発酵バターをたっぷりつけていただく。わずかに固めの外側が美味しいと思ったら、中のふわふわな甘みにとろける。それを誘発しているのが発酵バターかもしれない。これは別物のブリオッシュになる。千葉県竹岡の釣り太刀魚、皮目に炭の香りをつけてある。北海道から届いたブランデー漬けにしたボタンエビのソースを敷いて、焼きナスのピューレや焼きウニ、赤じそのジュレを添えて、さっぱりとした食感が口に広がったと思ったら、濃厚な味わいが何度も何度も弾けては消えていく。発掘していくような楽しみもあり、心が躍る。ペアリングの4杯目は M アスタリスクコーディアルシロップナンバー3セレクテッドバイアキオ、フィーバーツリージンジャーエールで割ったドリンク。カルダモンや大葉が入ったコーディアルシロップにレモンジンジャーの風味が爽やかに香る。さまざまな魚介類とウイキョウを使った一品。この器、実は上が蓋になっている。蓋を開けると中に閉じ込められていた燻製の香りが立ち上る。函館直送の時知らずや毛ガニ、粒貝はウイキョウのムースに燻香をまとわせて、上にモルドバ産のキャビアを乗せて、このキャビア、チョウザメのお腹から取り出した後、お腹を縫合し皮に返すサステナブルなもの。薄くサクサクした甘くて風味のあるウエハース、チュイールを添えて、チュイールの中にはウイキョウのムースを入れて、上には時知らずを薄くスライスして乗せてある。ウイキョウとはフェンネルのこと。こちらがウイキョウ、フェンネル。これが素敵な香りを放つ。ペアリングの5杯目はカネロク松本園の燻製紅茶。茶師松本博氏が生み出した香りガニは日本産のウイスキー樽材のチップを使う。ウイスキーオークチップの芳醇な香りと和紅茶の軽快さ、その奥深い味わい。ここで締めのストーブご飯を決める。イワシとフォアグラ、魚介のスープのブイヤベース、白エビとエスカルゴバター、鴨の炭焼きと九条ネギ、国産黒毛和牛のタルタル、鮎の炭焼きと山菜肝ソースの6種類から選ぶ。迷わずお店の看板メニューの一つ、イワシとフォアグラをセレクトする。次の料理は魚料理。ソースは出てきたが、メインの魚はまだ出てこない。メインの魚はスズキ。なんとたい焼き、スズキ焼きのスタイルで出てきた。クラシックで伝統的なフランス料理、ルーアンクルートを模して、本来は大きなスズキのパイ包みのところを、開口物産旬締めのスズキを使ってたい焼き風にアレンジしている。ソースはオマールエビの殻を炒めた甲殻類独特の甘みとコクが堪能できる旨味たっぷりのアメリケーヌソース。付け合わせの花ズッキーニは魚とホタテ貝のムースを詰めてふんわりと。スズキはアクセントに酸味の効いたベアルネーズソースをつけてもいい。皮は本当にたい焼きのようで、中は想像以上に肉厚のスズキが楽しめる。スズキの甘さと皮の食感が見事にマッチしてたまらなく美味しい。ベアルネーズソースをつけていただくと、想像以上の酸味が
口の中をしばらく占領し、スズキの甘みが掘り起こされる不思議な味わいとなる。ペアリングの6杯目はソーンクロフトのハーブコーディアルリコリスをプティ・エトワレ・シャルドネで割ったもの。とても爽やかで優しい。タンポポ、ごぼうなど9種類のハーブとリンゴのフルーティーな味が広がる。北海道の小麦粉と自家製発酵酵母を使ったカンパーニュ。一度焼いたものを休ませて二度焼きにした焼きたてが供される。カンパーニュは二度焼きにした方が美味しく楽しめるそうな。よく発酵してしっとりとしている。二度焼きしているからかとにかく驚くほど甘い。小麦の味が際立つほど立ち、とろけるバターがよく合う。メインの肉料理に使うナイフは福井の流線刃物製。700年伝わる越前内刃物と同じ製法でステンレス鋼を用いて作られているものだそうな。メインディッシュは群馬県鳥山牧場の赤毛牛赤身肉を炭火焼きで仕上げたもの。添え物は燻製にかけたジャガイモのピューレにフランス産の野生のアスパラ、アスペルジュソバージュ、フランス産のジロールタケというキノコ、長野県産のヤングコーン、石川県能登のハーベというそら豆と金時草、そして上には黒トリュフを乗せている。そしてマデラ酒を使った甘めのソースがかけられて仕上げとなる。ペアリングの7杯目はシナモンやカルダモン、グローブ、そしてバラを合わせて世界三大紅茶の一つキーマンとブレンドしたスパイスティー。締めのストーブご飯は6種類の中から先ほどイワシとフォアグラを選んだ。小さなストーブが並ぶ。蓋はすごく熱くなっているので開けてもらう。イワシとフォアグラをソテーにして京都の黒七味と赤ワインをベースにした甘辛いソースの味付け。そしてこちらが魚介をたっぷり使ったブイヤベース。お好みでパルメジャーノチーズや唐辛子と合わせていただく。お米は新潟県魚沼の鈴木さん家のコシヒカリを使っているそうな。こんな風にイワシの身をほぐしていただく。香ばしいイワシの風味が生きている。次はブイヤベースとパルメジャーノチーズをたっぷりかけていただく。デザートの一品目は西表島荒賀ママ農園のパインのスープ。下にはプーアール茶のソース、カットした桃の香りがするピーチパイン、杏仁の香りの白玉団子、グランマニエというオレンジのお酒のジュレが入っている。上の泡はジャスミンティー。下からすくっていただく。アロマのような奥深い香りと白玉の柔らかい食感、ピーチパインの優しい甘酸っぱさが妙にマッチし、つかみようのない泡も気持ちいい。デザートの2品目は宮崎の完熟マンゴーのエキゾチックな一皿。四角いココナッツミルクのアイスクリーム、白いカモミールのムース、茶色いアマゾンカカオのチョコレートクリーム、薄黄色のマンゴー、濃い黄色のパッションフルーツのジュレ、自由にアレンジしていただく。食後のコーヒー、コーヒーカップがなかなか渋い。ミニャルディーズは箱庭の中に食べられるお菓子が3種類隠れている。それを探し出すゲーム形式、これがなかなか見つからなくて盛り上がる。2種類のチョコレートに黒七味と唐辛子、少しコーヒーの香りをつけて、緑色のボールはシュークリーム、中は玉露を使ったクリームになっている。
白いのはマカデミアナッツと塩を使った甘いチョコレートになっている。デザートに使われたペルーのアマゾンカカオの中身を固めたカカオマスを使い、栗と合わせたマドレーヌにしたものがお土産になっている。シンシアの言葉の意味は嘘偽りのない真摯な率直なといったところ、石井氏は自分の料理を食べに来てくださるお客様に対して自らも料理を運びお客様と対面することがもてなすということだとおっしゃる。まさに嘘偽りのない大人が遊べる空間をぎゅっと楽しませてくれる。席数もさほど多くなく、ライブ感を楽しむことができる。食材や生産者と真摯に向き合い、料理と真剣に向き合う。そして客人はシンシアに行けることが嬉しくて笑顔でやってくる。客人たちは石井氏のショーを楽しんだ後、来た時よりももっと笑顔で帰っていく。そんな素敵な空間を楽しみに、石井さんが繰り出す料理を味わいに、季節が変わったらまた伺わせていただきます。